やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオイニハマです。はい、現在ですね、7月8日金曜日の午前4時23分ですね。はい、先ほどですね、組長娘と世話係1話見てね、累戦やられそうでした。さあ、そして今日母がね、仕事休みで、サマータイムレンタ、このテレビで録画した分になるとね、リアクション取れへんので今しかできないんです。ということで今画面隠してこうチャプター分けの作業をしましたんでね、タイマー合わせていきたいと思いますね。よろしくお願いします。自己紹介。はい、僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段主に子供たちの前でやればできる諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響でほぼ全ての仕事を奪われ、3月には、87連休、4月に26連休、5月に40連休、はい、現在45連休確定の今日41連休目と、はい、仕事収入は一切ありません。不安しかありません。貯金だけでなんとか生活してます。そんな中で一生懸命やってるんですけどね、残念ながら再生数マジで伸びません。チャンネル登録者数もほんまに伸びない。もうしんどい、やめたい、こう言いながらね、苦しみながらも、続けていけばいつか花開くとそう信じて、一日も休むことなくアニメのリアクション動画投稿し続けて、なんと834日ですね。去年1年5ヶ月分の動画が消えてしまってね、もう悲劇味わってるんですけども、僕は諦めてませんのでね、皆様ぜひとも応援しちゃってください。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど全て説明文にあるんで、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画再生リストにね、作品別にまとめてます。今年の9月に、とてつもなく驚きの発表あるんで、お楽しみに。それでは行きましょう。3、2、1、スタート。さあ、5週目ですね。前回はもうやばかったね。まあまあまあ、根津はそうなるわな。左目バーン打たれて死んだもんね。言うてたね。フェリー乗った時どうだったっけ、これ1話で。牛尾がどういうことや。ビスコートなんか雨の中やったかな。おお、お、なこれ、後ろの記憶がひずれと寝ずに流れたってこと。新兵の右目、後ろが、確かに。4本腕の本体がってこと？
肺に長打で動けない、足が弱い、読めへん、シナリオ上、今の、ちょ、早い。おオープニングかかったね。そっか、もう2クール目やもんね、言うて。朝香さんって日暮らしを訪ねた人やな。確か日暮らしの号を歌ってたね。エヴァと3、2、1スタート。友達あ、葬式やな。おう、溶け子ほんまびっくりだね。この母ちゃんが影なんやね。あ、ネゴロくんね。ネゴロさん、前回化け物になったネゴラさんね。ネゴロは知っとるもんな、朝の。これはその味。何？マザコンめ？これはこれコバマとか。そうの味。じゃあ誰と喋ってたん？
あ、そうそう、吉川線があったって言ってたの。どういうこと？お見ようや。ちゃあかん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 。牛はかわいいね。ああ、このシーンはあったね。ハイネが友達やったってどういうことや。かっこいいな、お前が生まれる前からできとる。前回そのハイネを逆に侵食し始めたっていう後ろの力で、おお、しおりを消すってことかね。ほう、あ、パリジェンヌや、プリキュア。髪の毛、おネイルガン、B 消せなあかんわな。うん。ほうほうほう。あら、ストレージがいっぱい。窓から出てくるよな。あ、ベランダか。うっそー。
お。え、どのシーンよ、今度。ん？どこやこれ。一応これ。てるな思ったろ。あ、朝子もいる。お母さんか。ありがたい。おお、カリキリか。これ誰？お父さん。あ、そっか、新兵の、だ、新兵の両親ね。
下げ？この強も、おお、日方院の9秒とやね。え、旧日方院に。え、この時のハイネは影なんか明かりが灯ったね。あー、出てきた。あ、終わった。あ、終わった。なんか聞き覚えある声やな。聞き覚えあんなの、これの歌声。あ、なかったわ。次回国3、2、1スタート。To be not to be。はい、ということで終わりました。まあとりあえず、アバンでは、まあ、牛尾と共に戻ってきて、まあ、ヒズ曰く、その新兵の右目は影やと。で、しかも牛尾が与えたものやってことね。牛尾自身は与えた記憶あるのか。なんか、そうそう、私が与えてんとか言うてなかったし、無意識に与えたって。
ってことでええんかな。まあちょっとその辺わからんかったですけども、あとその昼子様のこのでかい影が四本腕の本体って言ってたかな、聞き間違いとか僕の勘違いじゃなければ。だけどその昼子様自身は今足が悪いと動かれへんってことで、確かなんかしおりの影が作られたかなんか、そんなことを前回時子が言うとったんよね。でちょっとということはこういうことかって心配考えたけど、早すぎて読まれへんかったわね。ちょっと速読の達人じゃないと読めへんでしょうね。そして、ヒズルは、牛尾が味方やというのを信じる。その理由が、謎の、メッセージね。電話に残したメッセージと、新兵に右分残してくれたことやからってことよね。で、そして、牛尾が、しおりを消せるんじゃないかと言って、オープニングに入っていた。で、小浜と言った。で、そこで分かったのが、牛尾はその、前回の、記憶とか、その、コピー、スキャンしたものを、次の週に持ち越せるという、素晴らしいですね、これは。が分かったということで、ネズのネイルガン1台をコピーして、本物の方を消して、みたいな、やりとりがあった。さあさあ、そろそろしおりの影が出てくるぞと思ったら、ヒズルがやられたと。四本腕がおった。ハイネもおった。ハイネちゃんは。あれハイネか。しおりの姿のハイネか。ハイネもループしてたんや。で、前に四本影前回言ってたのが、その、新兵は観測した事実、観測した世界を事実にする能力があるって言ってたかな。でもそれを使いこなせてない。死ぬということでの記憶消失をしないといけない。なんかそんなこと言うとったんやね。でも、ハイネはどうやってループしてんのこれ。それはあんまり気にせんでええことなんやろうか。なんで4本であそこから出てくるの腹立つわ。で、後ろが見事なファインプレーでね、新兵の首切り落としましたね。前回も言うてましたね。ホマーク、新兵の首を切り落としてループしよう思ったけど、ギリギリまで待つんや、みたいなこと言ってたけど、今回綺麗に切ってくれましたね。で、その、後ろが消え際に、4本腕の、腕をスキャンしたかな、ちょっと忘れたけど、忘れたか、ちょっとわからなかったですけど、そしたら4本腕はデータがないって言ったね。で、後ろはハイネも、どうのこうのやから、私らイーブンやし、勝てるで。で、ループしたと思ったら、今度はヒズルの過去の記憶なんかいたのね。前にもあったな、だけど、海辺で何話やったかな、あれ。ちょっとまた振り返っておきます。しおりを助けて、ミオが担いでたんやったかな。ほんで、後ろが心臓マッサージかなんかされてるシーンやったかな。あれがミオの記憶かなんかやったね。それと同じようなことやというので、ヒズルの記憶なんか飛んでいった。で、新兵の両親が出てきて、で、ヒズルに友達ができたっていうので、ちょっとバカにされるシーンで、おいっていうのはおもろかったですね。朝子もおいって言った。で、高野山や。行ったら、ひし形委員のまた球場と、で、ほんまにハイネが出てきて終わると。どういうことなのこれ。ほんま、ハイネ何もんやねん。マジでわからん。でも、ようやく半分通過したところなんでね。まだまだ楽しめそうですね、サマータイムレンダー。いや、ちょっとヒズルとネズの死に方エグかったな。もう、名貫通やめてあげて、ほんま。僕は右目にかつて大怪我してるんで。ヒズルも前回左目打ち抜かれてるし、今回ネズも左目やったな。え？左目かな？合ってたかな？なんか左目になんかあんのやろか？これって実はなんか関係ある？ヒズルの左目打たれたことと、ネズの左目を貫かれたことって。ハイネが左目。いやもんね、これ。それ関係あんのかな？いいですね。じゃあこの辺にしときます。はい、すいません。以上、サマータイムレンダー13話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、じゃあここから興味のある方は切ってください。はい
はい、ここ、もともと僕が一人暮らしをしてたワンルームの家で、2017年の9月28日にですね、16年8ヶ月東京に住んどったうちの母が、ちょっと向こうで事件に絡む、ちょっとね、会ってしまって、全財産亡くなったんです。で、もう独身息子の僕の家に来ることになって、まあそれからね、ワンルームで二人暮らしなので、もうすぐ横で寝てますから、声が出せへんのですよね。という、もう世界一過酷なハンデやと思います。アニメリアクター的にはね。はい、そんな中でいろんな試行錯誤しながら、風呂場行ってやったりとかね、こんな音しながらやったりとか、一生懸命やってるんですけども、全然再生数も伸びない。チャンネル登録も伸びないということで、一度4月の25日メンタル行きまして、辞める宣言出しましたが、まあ分かったことがね、意外と多くの方がね、僕のことを応援してくださってるということです。故に再生数少なくともね、感謝の気持ちをまず忘れてはいけないということはね、気づかされました。いつもご視聴いただいた皆様、ありがとうございます。ただね、僕がですね、パフォーマンスをしている姿ね、見ていただきたいので、できれば、過去のパフォーマンスという再生リストから一つでもいいんでね、ぜひと動画再生してください。はい、そしていつの日か生でショーを見に来ていただければありがたいです。これまで5人の方がね、来てくださいました。で、そのためにも僕のことを知っていただけないので、ぜひとも説明文を読んでください。そしてホームページ見ていただければ幸いです。はい、お仕事のご依頼はいつでもお待ちしてます。はい、最後にですね、もう一度言ってください。9月にマジで驚いてください。はい、以上、アニメリアク職人ことマジアイドギニハマでした。最後のご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼します。